皆さんこんにちは。現役産婦人科医師の桃城一恵子です。婦人科で子宮を摘出する必要がある場合、子宮筋腫だったり、あるいは悪性腫瘍だったりと、いろいろなケースがあります。子宮を取ってしまったら一体どうなってしまうんだろうって心配になる方もいらっしゃると思います。実際に子宮を取ったらどうなるかについては過去の動画でもお話ししたことがありますので、よかったらそちらもご覧いただきたいのですが、今回はそんな子宮を取った後の状態での性行為についてのお話をしてみたいと思います。チャンネル登録いただけると励みになりますので、よかったらポチッとお願いします。さて、子宮全摘手術は医療的な理由で子宮を丸ごと全部摘出する手術のことを指します。この手術を受けた後って一体いつから性行為をしていいのかっていうことについて心配になる人もいると思います。今回は子宮を取った後の性行為についてお話をしていきますね。まず子宮全摘手術後の一般的な経過について説明します。子宮全摘手術は婦人科で行う手術の中で珍しい手術というわけではないですが、外来でちゃっと施行されるような小手術に比べると、麻酔が必要だったり術前処置が必要だったりと、ある程度大きな手術と言えます。そのため体が完全に回復するまでには時間がかかるんですね。皆さんもご想像される通り、手術の後すぐに性行為が可能になるわけではありません。性行為が可能になるまでの時間は手術の種類、手術後の合併症の有無、そして個々の体調などにもよりますが、一般的には6週間から8週間が目安とされています。ただしこれはあくまでも一般的な目安であり、個々の状況により異なるため、具体的なタイミングは必ず主治医に確認してくださいね。術後6週間から8週間というと、なぜそんなに間を空けないといけないんだろうって思いますよね。子宮全摘手術後すぐに性行為を再開できない理由は主に2つあります。まず1つ目が、手術部位がしっかりと修復される過程を待つという意味合いです。子宮を取り除いた場所は膣の末端を縫い合わせていくっていう感じになるんですけれども、図で言うと子宮と膣はこんな感じでつながっているんですけれども、子宮を摘出するとちょうど膣の端っこがお腹の中につながっちゃう感じになります。そのため膣をしっかりと縫い合わせる必要があるんですね。手術後に傷口が癒えるまで時間がかかります。この修復をしっかりと待たないと、現在は稀ではあるんですが、縫い合わせている部位が裂けてしまって腸管が出てきてしまうということにつながるリスクがあります。私も若い医師の頃、退院で手術した患者さんで膣を縫い合わせた部分が裂けてしまって腸が出てきてしまったようなケースを見たことがあります。そのため通常の術後検視で問題ないと言われてからも、術後3ヶ月くらいまでは勢いよく深く挿入するような性行為は控えるなどした方が安心ですね。もう一つが体力の回復という面です。全身麻酔を使用するような手術は思っているよりも全身に大きな負担がかかってしまいます。そのため体力が回復して日常生活に戻るのを待つという意味でも時間を空けた方がいいということですね。以上の理由から性行為を再開するには体が十分に回復するまで待つ必要があるんですね。ここでもう一つ注意点があります。それは子宮全摘手術を受けるにあたっての病気による違いです。良性の手術と悪性の手術では細かな術式にかなり大きな違いがあります。また手術時間であったり術後の合併症などについても全然違ってきます。場合によっては悪性腫瘍の場合は術後の化学療法や放射線療法などが追加される場合もあります。その場合は性行為の再開はもっと延期する必要がありますので、個々の状態に応じて考えていく必要がありますね。そのためしっかり主治医に確認するようにしたいですね。性行為を再開する前に次のような症状がないことを確認してください。手術部位からの出血、強い痛み、異常な織物、発熱や寒気などなど、こういった症状がある場合は主治医にすぐに連絡して性行為の再開は延期するようにしましょう。診察を受けて問題ないことを確認した上で性行為を再開するようにしたいですね。性行為を再開するときには身体的な準備だけではなく心理的な準備も必要です。手術は体だけではなく心にも影響を及ぼすため、心理的な不安や緊張感を感じるのは自然なことです。パートナーとのコミュニケーションをしっかりと大切にして、無理を
せずに自分のペースで進めることが大切ですね。性行為を再開する時の注意点についてもう一度まとめてみましょう。まずは身体的に異常な症状がないことを確認します。痛みや不快感がある場合は無理をせずに主治医に相談するようにしましょう。万が一性行為の最中やその後で不快な症状が出た場合もすぐに主治医に連絡するようにしましょう。自分自身の心理的な状態にも配慮しましょう。不安や恐怖がある場合、カウンセラーや精神科医に相談するのも一つの方法ですね。ということで、今回は子宮全摘手術を受けた後の性行為についてお話ししてみました。子宮全摘手術後の性行為の再開は一般的に6週間から8週間後が目安とされていますが、個々の回復状態にもよるので主治医の指示に従うのが最も重要です。また体だけではなく心の状態も考慮に入れることが大切です。そして最後に、どんなに小さな疑問や不安も専門家に相談することが推奨されます。主治医に相談しにくい場合は看護師や近くの町の婦人科なんかで相談するのも一つですね。あなたの安心と健康が何よりも重要です。というところで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。